山本君。日本共産党の宮本岳です。まず相次ぐ米軍基地をめぐる政府の対応についてお伺いいたします。米軍普天間基地所属のオスプレイが昨年12月沖縄県名護市の浅瀬で墜落事故を起こし、今年8月にはオーストラリアでも墜落事故を起こしました。総選挙さなかの10月11日には沖縄県東村高江で米軍 CH53E ヘリの炎上事故がありまして、先週11月22日には沖ノ鳥島大東島沖でも米空母艦載機が墜落事故を起こすなど米軍基地誤が続発をしております。総理は先週の本会議、我が党の志位委員長が米軍ヘリ炎上事故について日本の警察は立ち入り調査すらできず十分な調査ができなかったと指摘したのに対して、防衛省、県警、県の関係者も現場に立ち入り状況を確認するとともに放射能調査を実施し、ご指摘は当たりませんとこう述べました。そこで防衛大臣に確認をいたしますけれども、沖縄県は事故現場の有害物質や放射能などの土壌調査を行おうと、事故が発生した2日後の13日に米軍ヘリが炎上した地点に入ろうといたしましたけれども、米軍に止められて炎上地点から約100メートル離れた規制線の外での調査にとどまったと私は認識しております。ようやく県が規制線の中に入れたのは事故から6日後の17日だったと。防衛大臣、間違いないですね。防衛大臣、小野寺一則君。ご指摘のありました沖縄における米軍 CH53E ヘリコプターの事故を受けまして、防衛省としては随時沖縄県をはじめとする関係自治体に情報提供するとともに、防衛省から米側に対して原因究明、再発防止、安全管理の徹底および詳細な情報提供について強く申し入れました。委員がお話がありました10月11日には事故発生であります。また事故発生直後の10月12日から専門的知見を有する自衛官を現地に派遣し、このヘリの安全性に関する米側の判断の根拠等について確認を行ってきたところです。でさらに本件事故の環境への影響を確認するため、10月13日から事故現場及びその周辺において放射能調査を含む環境調査、土壌水質放射能調査を沖縄県と協力して実施をしておりました。沖縄県が沖縄防衛局と共同して実施した環境調査のうち、今ご指摘がありました内周規制線内で初めて実施をしたのは10月17日火曜日であり、これは土壌表面の放射性物質の状況及び空間線量率を確認することを目的としたというものであります。委員長、山本武君。17日になってようやく内周規制線の中で調査ができたと、もう今答弁にあったとおりですね。炎上地点における調査は認められませんでした。そこから最も近いところで3メートル、遠いところで40メートルの地点で、しかも有害物質の残留分析に必要な 1.1 キログラムの土壌の採取は認められずに、その時には100グラムの採取しかできなかったと。サンプルの量が足りずに土壌にどれほどの有害物質が残っていたのか十分調べられなかったというふうに聞いております。炎上地点の土壌調査がようやく認められたのは事故から9日後ですよ、20日です。ところがその時には米軍が事故機の残骸とともに深さ数十センチにわたって土壌をブルドーザーで掘り起こして全部持ち去ってしまったと。採取したい汚染土壌はすっかりなくなっていたと。総理ね、総理、これでどうしてまともな土壌調査ができるんですか。総理。防衛大臣。今のご指摘の内周規制線内における放射能調査の立ち入りについて、米側の同意を得るのに事故発生から6日間を要しました。
放射能調査の結果、一般的な環境と比べ差異がないことを沖縄防衛局と沖縄県で確認し、さらに共同で調査結果を発表したので、私どもとしては十分な調査ができたと考えております。また今委員の方から土砂の搬出ということ、米側の搬出ということでありますが、このことについては米軍からは事後後、地権者の了解を得て周囲に散らばった機体の残骸の回収と汚染の拡散防止の観点から事故機の直下およびその周辺の土壌を搬出したと聞いております。また米軍が除去した土壌については保全の観点から米側において調査を行う旨の連絡を受けております。防衛省としましては米軍の調査結果についてもしかるべく情報提供を求めていく考えであり、その結果については速やかに沖縄県をはじめとする関係自治体等にお伝えをしたいと考えております。宮本武史君。いやいや、沖縄県はですね、17日まで100メートル以内には立ち入ることさえできなかったんです。それから一般的な環境と比べて差異はないと総理は答弁されましたけれども、それは放射性物質のことであって有害物質についての土壌検査はできなかった。検査結果、調査結果は出てないんですね。今回の米軍ヘリ炎上事故に対する環境調査も米軍による規制の下で米軍が認める範囲内でしか行われておりません。事故の原因を明らかにするためには警察による事故機の検証が必要でありますけれども、今回も機体に触れることさえできなかった。米軍機の民有地での事故は多発しておりまして、住民は大変不安に思っております。にもかかわらず事故機が米軍機だとなれば、事故原因の究明あるいは被害の調査など日本は指一本触れられなくなる。そして政府はいつも持ち出すのが日米地位協定なんですね。日本国民の安全や安心よりも米軍の意向最優先で、一体どこの国の政府なのかと沖縄県民が怒るのは当たり前じゃありませんか。総理、こうした屈辱的な現状をいつまで放置するんですか。総理。安倍内閣総理大臣。先般の米軍の CH-53E ヘリの事故に際しては、防衛省、沖縄県警および沖縄県の関係者等も現場に立ち入り、状況を確認するとともに各種調査を実施しているところであります。いずれにせよですね、米軍機の飛行安全の確保は米軍が我が国に駐留する上での大前提であります。政府としては引き続き米側に対し安全面に最大限配慮するとともに、地元住民への影響を最小限にとどめるよう強く求めていきます。日米地位協定はですね、これ大きな法的枠組みであり、政府として事案に応じて最も適切な取り組みを通じ、一つ一つの具体的な問題に対応してきております。安倍政権の下ではですね、これ今までこれは地位協定が結ばれて以来初めて2つの補足協定が作成されたわけでありまして、日米地位協定締結から半世紀を経て初めて実践したことでございまして、そういう意味でも私たちもですね、努力をしているところでございます。今後ともそのような取り組みをですね、積み上げていくことによって日米地位協定のあるべき姿をですね、普段に集中していきたいと考えております。宮本武史君。今総理が答弁された現場っていうのはまさに炎上地点から100メートル以上離れたところへ直後は入ったと、それ以上は入れてないわけですね。2つの補足協定と今言われましたけれども、今回の事故に対して何の役にも立っていないんですね。むしろ環境補足協定は文化財調査の足かせになっているし、軍属に関する補足協定を結んでも米軍による犯罪は一向になくなっておりません。日米地位協定の抜本的見直しについては沖縄県の尾長知事が9月に要望書を提出しております。そこでは刑事裁判権について、米軍の財産が施設および区域の外にある場合には、つまり米軍機であっても基地の外で事故を起こした場合には、日本国の当局が捜索、差し押さえまたは検証を行う権利を行使する旨を明記すること、米軍基地の外での事故現場等の必要な統制は日本の当局の指導のもとに行われる旨を明記すること、こう記されております。私は当然の要望だと思います。こうした抜本的見直しこそ
必要であるということを厳しく指摘をして、次に森友問題について聞きたいと思います。森友疑惑の核心、これは国民の財産である9億5600万円の国有地がなぜ8億2000万円も値引きされ、ただ同然で売却されたのかということにございます。私は先の通常国会でも13回にわたってこの奇怪な事件の真相解明に当たってまいりました。総理は2月24日の衆議院予算委員会でも、27日の衆議院予算委員会でも、果たしてこの価格でいいのかどうかということを調べるのは会計検査院だと言い、そこできっちりとやればいいという答弁を繰り返してこられました。ろくに説明責任を果たさないまま、会計検査院がチェックするから大丈夫だと言ってこられたわけであります。しかし11月22日その会計検査院の検査報告書が国会に提出をされてみると、大丈夫でも何でもないことが明らかになりました。会計検査院に確認いたしますが、今回の報告書の所見では国有地の売却等に関してどのような指摘がされておりますか。会計検査院川戸委員長。国有地の売却等に関し、合規制経済性等の面から必ずしも適切とは認められない事態や、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態等が見受けられたところでございます。委員長。宮本岳君。この、報告書には合規制という言葉を使っておりますけれども、合規制というのは耳慣れない言葉でありますけれども、会計経理が予算、法律、政令等に従って適正に処理されているかという、こういう基準に照らしても適正でない事態、ないものが、事態が認められたと。つまり会計検査、会計経理が予算、法律、政令等に従って適正に処理されていると認められない事態があったと、こう言ってるわけですね。総理に聞くんですけれども、あなたがまず第一に適正であるかどうかの判断の拠り所にされた会計検査院の検査報告は、予算や法律や政令に照らして決して適正とは言えない事態があったということになりました。総理はこの会計検査院の報告を受けてもなお適正だったという認識をお持ちですか。総理。総理。麻生財務大臣。これは従来からお答えをしておると思いますけれども、この森友学園の国有地の売却に関わる技術関係ですけれども、これは今ご存知のように大阪地検においてまだ捜査が行われてますんで、捜査に影響を与えかねないということから、捜査そのものに関することについて答弁は慎重に対応させていただきたいとこれまで申し上げてきましたが、本件に関して会計検査院におきましては、地下埋設物の撤去費用については一定の過程においた資産が複数を示されております。今回の報告書の中ですけれども、そしてその過程の仕方によりましては、処分量の推定値は大きく変動する状況にあるということなどを踏まえれば、撤去処分費用を算定する際に必要とされる慎重ないわゆる調査検討に欠いていたのではないかということにつきましては、ご指摘を受けておりますので、これは重く受け止め、今後必要な見直しというのを行っていかないかのものだと思っております。他方で、この本件の土地の処分については、これまでも国会でたびたび宮本先生からご質問もありましたので、ご説明させていただきましたとおり、校舎の建設工事ってもうすでにもう進んでおります最中でもありましたので、その中で、その最中に新たに地下埋設が拝見ということされましたので、まあ、相手方から途中出てきたんじゃないかという損害賠償ということになる恐れがありますなど、いわゆる切迫した状況の中で行われたものでありますので、いわゆるよく言う貸し担保という責任を免除するという特約状況等を防ぐためギリギリの対応であったということも合わせて考えておかねばならぬところだと思っております。宮本岳君。全然答弁になってないじゃないですか。適正だというようなことは言えないんですよ。今回の検査院の指摘はですね、総理ね、極めて異例で重大なことだという認識があるかどうかと。これまであなたが繰り返してきた法令に基づき適正な価格で処分したという国会答弁が、まさに総理自身が拠り所とした会計検査院自身によって嘘だったということが明らかになったと言わなければなりません。では会計検査院は何を指摘したのか。国有地はゴミが埋まっていることを理由に
森友学園に8億2000万円もの値引きがされて売却されました。会計検査院はその売却額算定の十分な根拠が確認できないと結論付けたわけであります。会計検査院に確認いたしますけれども、報告書の地下埋設物撤去処分費用における対象面積、震度、混入率等の妥当性の検証というところで、大阪航空局、国土交通省が見積もった対象面積5190平米、杭打ち部分以外のゴミの震度 3.8 メートル、杭打ち部分の震度 9.9 メートル、ゴミの混入率 47.1%、これらのうちで一つでも十分な根拠や裏付けが確認されたものがありましたか。加藤委員長。お尋ねの事項の中で十分な根拠や裏付けが確認されたものはございませんでした。委員長。宮本武史君。一つや二つじゃないんですよ。対象面積 3.8 メートル 9.9 メートル混入率、すべて根拠も裏付けも十分にないようなものだったと会計検査院には判定をされたわけであります。この埋設物の撤去処分費用を見積もったのは大阪航空局、国土交通省であります。石井大臣は24日の閣議後の会見で、会計検査院の報告書は重く受け止めると言いつつも、大阪航空局のゴミの撤去処分の見積もりは近畿財務局から依頼され約2週間で当時検証可能なあらゆる材料を用いて行ったものだ、時間が限られた状況下でギリギリの対応だったと認識しているなどと、まるで時間がなかったから仕方がなかった、そして時間のない中でのギリギリの対応としては適切だったかのような発言をしておられます。しかしそんな言い逃れが許されるものではありません。普通こういう土地の売却にあたっては不動産鑑定士に不動産価格の評価を依頼する際、大阪航空局が行ったようなゴミの撤去処分費用の概算額を不動産価格の中に取り込んで不動産鑑定評価を行うというのが当たり前の姿であります。その際不動産鑑定士は他の専門家が行った調査結果等として不動産鑑定に活用するわけです。ところが今回依頼を受けた不動産鑑定士はこの大阪航空局による地下埋設物撤去処分概算額を使いませんでした。会計検査に確認しますが、不動産鑑定士はその理由をどのように述べておりますか。加藤委員長。地下埋設物撤去処分概算額を活用できなかった理由は、鑑定評価書には記載されておりませんが、不動産鑑定士に確認したところ、依頼者側の推測に基づくものが含まれていて、調査方法が不動産鑑定評価においては不適当であることなどから、他の専門家が行った調査結果等としては活用できなかったとしております。委員長。山本君。国土交通省は繰り返し答弁で、公共事業の一般的標準的な積算等に能力を有する専門の技術職職員を多数要しているとかですね、十分な知見経験を有しているとか言ってまいりました。しかし不動産鑑定士からは憶測に推測に基づくものが含まれていて、とても他の専門家が行った調査結果として使えないと断られたわけであります。総理が適正の拠り所とした会計検査院もダメだし、総務省が適正な価格の根拠として私に繰り返し答弁してきた独立した立場で鑑定を行うという不動産鑑定士からもダメ出しだったということであります。さらにこの報告書を見ますとですね、ゴミ処分費の単価1トンあたり2万2500円というものも、単価がどのような項目から構成されているかなど単価の詳細な内容について確認することができなかったとされております。ゴミの埋まっている対象面積、深さ、ゴミの混入率、処分費用、この4つの変数どれも十分な根拠を確認できなかったのだから、仮定の仕方によってどうにでも計算できるようなものだったということだと言わなければなりません。会計検査院、仮定の仕方によって大きく変動する間違いないですね。川戸委員長。
該当する部分を読み上げさせていただきます。大阪航空局が算定した本件土地における処分量19,520トン、および地下埋設物撤去処分概算額8億1974万4円は、算定に用いている震度購入率について十分な根拠が確認できないものとなっていたり、本件処分費の単価の詳細な内容等を確認することができなかったりなどしており、既存資料だけでは地下埋設物の範囲について十分に精緻に見積もることはできず、また仮定の仕方によっては処分量の推計値は大きく変動する状況にあることなどを含まれると、大阪航空局において地下埋設物撤去処分概算額を算定する際に必要とされる慎重な調査検討を欠いていたと認められる。以上でございます。委員長。宮本武史君。仮定の仕方によっては、処分量の推計値は大きく変動する状況にあるというのですから、さじ加減一つでどうにでも額が決められたということにほかなりません。私はこの8億2000万円の値引きは、前年に行った工事代金としてあらかじめ国から森友学園に、有益費として支払われた1億3200万円を前提に、ほぼこれと同額で、つまり差し引きゼロで売り払うために算定されたものではないかと指摘をしてまいりました。このパネルを見ていただきたい。昨年3月11日に森友学園側から、従来から分かっていた地下3メートルまでのゴミよりももっと深いところからゴミが出てきたとの連絡を受けるや、3月14日近畿財務局は大阪航空局とともに現地で確認を行いました。そこで地中深くから出てきたというゴミの山や工事中の写真を見せられました。3月15日籠池夫妻は上京し、財務省本省で田村義弘国有財産審理室長に談判いたします。1時間半にわたって行われた面談については、それを録音した音声データが存在し、田村義弘前室長自身が自らの声であることや、その面談を録音したものであることをすでに認めております。財務省、間違いないですね。財務省、大谷財局長。ご指摘の平成28年3月15日の音声データにつきましては、本年4月の衆議院財務金融委員会における議論を踏まえまして、則川委員長から音声データが当日のやり取りを記録したものかどうかということを確認するようにご指示があったことから、当時の国有財産審理室長に確認をし、ご説明をさせていただいたところでございます。音声データは音声がはっきりせず不明瞭な点が多いものの、当日のやり取りを記録したものと思われるが、先方お二人が同時に話されることもあって、よくわからないことも多かったことから、全体については記憶にないということでございました。本委員会でも5月8日だと思いますが、宮本委員のご質問にお答えを申し上げているところでございます。委員長。宮本武史君。内容に鮮明な記憶がなくても、録音が当日の面談のものであることは認めておられるわけですから、そこに記録されていることは紛れもない事実だと言わなければなりません。この音声データには、籠池氏が僕はもう紹介者に対して申し訳ないからとか、あの方自身が愚弄されていると思ったから僕来たんですとか繰り返し、背後にいる大きな力をちらつかせるとともに、最後はですね、胸上げ式に首相夫人が来られて餅をまくことになっているからなどと、名誉校長である安倍昭恵氏の名前を出して交渉をしております。会計検査院に聞きますけれども、今回の報告書にもこの森友学園からの購入希望に至る経緯について書かれておりますね。大谷財局長。ごめんなさい、川戸会計検査院、失礼しました。本件土地について平成28年3月14日の現地確認後、近畿財務局は大阪航空局と協議を開始するとともに、財務本省にも現地確認の状況等を報告しており、同月15日に財務本省は森友学園から地下埋設物の撤去等に関する要請を受けた。その後、同月24日に森友学園からの購入希望があったとされている。そして近畿財務局は森友学園の要望に応じ、本件土地を売却する方向で事務を進めたとし、
詳細な日付等は不明であるものの、森友学園側と数回やり取りをしたとしているが、具体的な資料はなく、その内容は確認することができなかったとしております。委員長。山本武史君。今検査院の報告にあった同月15日に財務本省はというのが、田村義弘国有財産審理室長との1時間半にわたる面談のことであります。3月15日以降のこのやり取りでまさに神風が吹いたわけであります。私の調査によると、少なくとも籠池夫妻が東京から戻った翌日の3月16日塚本幼稚園で、3月25日および30日には現場で近畿財務局および大阪航空局と森友学園関係者との協議が行われております。会計検査院の報告書では、先ほど答弁があったように、この時期に近畿財務局が森友学園と数回やり取りしたことが明らかになっておりますけれども、これは国土交通省に確認します。大阪航空局もこの時期このやり取りに同席しておりましたね。国土交通省海老名航空局長。お答え申し上げます。大阪航空局の職員に確認しましたところ、平成28年3月下旬の当時は、新たなごみへの対応をめぐりまして、近畿財務局とともに森友学園側のとさまざまな打ち合わせを行っていたところであり、具体的にどの打ち合わせに出席していたかまでについてまでは詳細には記憶していないということでございました。委員長。宮本武史君。日付は詳細に記憶していないが、この時期新たなごみの対応をめぐり、近畿財務局とともに森友学園とさまざまな打ち合わせを行っていたことはただいま認めました。そこで会計検査院報告書が、詳細な日付等は不明であるものの、森友学園側と数回やり取りをしたとしている3月下旬から4月上旬にかけての会合の一つを録音した音声データが存在し、それを関西テレビが入手して9月11日の報道番組で放送いたしました。昨日の当委員会の質疑では、昨年5月半ばに行われた会合の財務省職員の発言に関する音声データというものについて、当時の近畿財務局池田康氏国有財産統括官に問い合わせ、事実確認を行い、池田氏は自らの声であることを認めた上で、その内容や事実関係が答弁されました。当然この関西テレビが放送した3月下旬から4月上旬の会合の音声データというものも、池田統括官および近畿財務局職員に確認いたしましたね、財務大臣。麻生財務大臣。この件につきましては、事務方において確認作業を行わせておりますので、事務方の方から説明させます。太田理財局長。お答えを申し上げます。ご指摘の財務局職員の発言に関する音声データにつきましては、昨日ご答弁を申し上げました45分のデータと異なりまして、おそらく全体が公開されているわけではなくて、会話の一部が切り取られているものだというふうに承知してございます。ですが、報道の内容に関しまして、近畿財務局の職員に事実関係の確認を行った結果は以下のとおりでございます。報道されている音声データは、平成28年の3月下旬から4月ごろに森友学園側を訪問した際のやり取りではないかというふうに思われます。平成28年の3月11日に新たな地下埋設物が出てきた旨の連絡が森友学園側からあり、3月24日には森友学園より、新たな地下埋設物の撤去費用を控除した価格で本件土地を購入したいとの要望が出され、それを踏まえて本件土地を売却する方向で森友学園との打ち合わせに臨んでいたところでございます。地下埋設物の撤去費用を見積もるためには資料が必要であり、3メートルより深いところから出てきたものにつきましては、新たな地下埋設物になるとの認識のもとで必要な資料の提出をお願いする旨の話をしてございます。ただ報道を聞いておりますと、こういう認識を伝える表現としてストーリーという言葉を使っておりますが、それは大変適切でなかったというふうに本人も申しております。いずれにいたしましても、先方とはさまざまなやり取りがありましたが、
新たな地下埋設物の撤去費用を見積もるためには資料が必要であるから、さまざまな資料の提出をお願いしていたということでございます。委員長。宮本君。もう一問聞きますけれども、この会合、先ほど紹介した3月下旬から4月の、音声データに録音されているその場に大阪航空局が同席しておりましたか。していたと当人は言っておりますか。太田理財局長。大阪航空局の方も同席していらっしゃってたというふうに私どもの職員は申しております。宮本武君。重大ですよ。これは工事業者から見積もりに必要な資料の提出を受けるための協議というようなものではありません。ここに記録されていたのは財務省と大阪航空局の職員が森友学園関係者と買取価格をめぐって口裏合わせを行っていたという驚くべき内容であります。今日はその放送の全文を皆さんの手元に資料として配布をしてあります。そこで紹介された音声データの一部分をここにパネルにしてまいりました。このパネルを見ていただきたい。まず地下深くまでゴミがあったことにして売却価格を引き下げるというシナリオを国側の職員が切り出しております。これまで3メートルの深さまでゴミがあることは分かっていたが、河川のところを見てください。その下にあるゴミは国が知らなかった事実なのでそこはきっちりやる必要があるでしょというストーリーはイメージしているんですと述べております。国側が先ほど不適切だったと言ったストーリーという言葉まで使っております。それに対して驚くべきことに、工事業者が3メートルより下からは語弊があります。3メートルより下から出てきたかどうかは分からないですと伝えている。そういうふうに認識を統一した方がいいなら我々合わせるが、下から出てきたかどうかは私の方から、あるいは工事した側から確定した情報として伝えていない。きっぱり否定をしております。続いて国側の職員が言い方としては混在と9メートルまでの範囲でこう言い、するとまたすかさず工事業者が9メートルというのは分からないです、3メートルより下からはゴミはそんなに出てきていないと重ねて否定をしております。ここで次のパネルになりますけれども、結局学園の代理人弁護士が割って入って、そこは言葉遊びかもしれないがと前置きをして9メートルのところまでガラが入っている可能性を否定できますかって言われたら否定できないでしょう。できないんです、そういう話なんですと述べる。ついに工事業者もその辺をコントロールしてくれたら我々は資料を提供しますのでと。俺国側職員は虚偽のないようにあれが大事なので混在していると、ある程度3メートル超のところにもあると、ゼロじゃないとと念を押し、工事業者があると思いますと言うと、国側がそんなところで作りたいと話を作ってるんですよ。最後に学園が弁護士が責任問題に発展しないように頑張っていただけると信頼している、半分は我々のためにやってもらえると思って、半分はご自身のために頑張ってください。人じゃないですか。どうじゃ、冗談じゃないですよ。こんな口裏合わせで根拠も定かでない8億2000万円の大幅値引きをやって、国民の財産である国有地をただ同然で売却してやる。総理、これはもう明確な背任ではないですか。総理、太田理財局長。答えられないんですか。今ほどご答弁申し上げたとおり、先方とさまざまなやり取りがありましたけれども、あくまで、新たな地下埋設物の撤去費用を見積もるために資料が必要であるということから、さまざまな資料の提出をお願いしたということでございまして、委員ご指摘のような口裏合わせをして、地下埋設物の撤去費用を見積もろうとしたということは当たっていないというふうに考えてございます。当たってない根拠を示せよ。話にならないじゃないですか。宮本君。委員長。口裏合わせじゃないと。
そんな話は通りませんよ、総理。これは明確な口裏合わせじゃないですか。総理、ご答弁ください。もう進まないよ、こんなの。おらないじゃないか。ボケ止めてくださいよ。出てくださいよ。理事出なきゃダメだよ。止めてくださいよ。これはだって総理の話じゃないでしょ。ちょっと総理の前に。私はされてるんだから。ボケ止めてくださいよ。院長。院長、即帰を。時間のロスになります。指名できるますよね。それから筆頭が出てくるべきでしょ。あなたじゃなくて。筆頭が出てくるべきですよ。止めてくださいよ、時計を。被害局長の責任でやってることです。まず内容の整理。呼吸止めてくださいよ。早期止めてください。早期止めてください。止めてください。とにかく止めてください。そう言ったってそういう案件じゃない。手挙げなくていいですよ。浪費じゃん。止めてくださいよ。質問者が、ね、私の質問時間なんですから。委員長、それはダメですよ。委員長、それはダメですよ。総理が答えるんですね。先ほど内容についてご説明申し上げたとおりでございまして、あくまで3メートルを超える深いところから出てきたものについては、新たな地下埋設物になるという認識のもとで必要な資料の提出をお願いをしてきたということでございます。ストーリーという表現が適切でなかったと申し上げましたが、言葉遣いで適切がなかったところはあるかもしれません。ただあくまで、地下埋設物の見積もりをするための必要な資料の提出をお願いをしているということでございます。委員長、委員長、どうぞ。委員長、宮本君。いや、そんな答弁は通りませんよね。それはそれでね、あくまで3メートル深い表現の問題じゃないんですよ。3メートル深いところは出てきていないと、はっきりこれ業者も述べてるわけですね。じゃあまあもう一つ動かぬ証拠をお示しいたしましょう。このパネルを見ていただきたい。これはこの小学校の建設工事を担当した工事業者が今年の6月に会計検査院が豊中市の、国有地に実地検査に入った際、検査院から提出を求められ提出した地中ごみ撤去費の独自資産に添付されていた資産の前提となる敷地図であります。見ていただきたい。この黄色い部分で地下3メートル、青い部分で 1.8 メートル、赤いところで1メートル、その他白い部分で 0.5 メートルと見積もっております。これはですね、現に工事を行い、今年6月すでに工事を終えた業者が今年の6月終わった後で行った試算でありますけれども、3メートルより深いところにゴミがあるという試算をやってないんですね。国土交通大臣、これはつまり音声データに生々しく示された3メートルより深いところにゴミなどなかったということの何よりの証拠ではありませんか。大臣、市国土交通大臣。この資料、私、初めて拝見いたしましたので、この業者がどういう根拠で、こういったことを出したのかは、詳細には承知をしておりませんが、ただ、この業者が会見で確か発表してたと思いますが、額については確か 9.6 億円という額を出していたかというふうに、ことは承知をしております。宮本武史君。そういうところだけ覚えてるという今お話がありましたけどね、現に工事をやった業者ですよ。そして先ほど生々しい会話を紹介したその同一業者ですよ。3メートルより深いところにないと、9メートルとは言ってないと。その工事業者がすべて工事を終えた後、今年の6月にこういう見積もりを出したと。なんで9億になるかというと、これ、対象面積を全部 100% で取ってるという面もあるんですね。この音声データに示されたまさに、口裏合わせのやり取りはそもそも実に奇怪であります。普通値引きを求める、値引きはですね、求めるのは国有地を買う側であって、売る側である国側から値引きを提案するなどということはありえないことであります。もう一度このパネルを見ていただきたい。先ほど明らかにしたように、
直前の3月15日には籠池夫妻が財務省本省に乗り込んで1時間半にわたり安倍昭恵氏の名前をちらつかせながら当時の田村義弘国有財産審理室長に迫りました。そしてこの田村義弘氏こそですよ、この方こそその前年の11月谷紗恵子安倍昭恵夫人好きが財務省に問い合わせたときにあのファックスの元になる回答を谷紗恵子さんに返した本人じゃありませんか。あのファックスの中には今後とも見守ってまいりたい、こういう答えもはっきり書かれておりました。ゼロ回答というけれども最終的には値引きをしてただ同然で売り払ったわけであります。総理ね、この総理は代表質問では私の妻が一時期名誉校長を務めていたとまるで過去のことのように答弁されましたけれども、昭恵さんが名誉校長を辞めたのは今年の2月ですよ。総理ね、お辞めになったのは国会で問題になってから今年になってからお辞めになった。この今パネルに示した時期、昨年の3月、もちろんのこと安倍昭恵さんは名誉校長ですよ。4月も名誉校長ですよ。国有地を8億2000万円引きの1億3400万で売却した6月20日時点も安倍昭恵さんは森友学園の名誉校長ですよ。あなたが名誉校長だったんじゃないんですよ、安倍昭恵さんが名誉校長だったんです。総理ね、これはもう安倍昭恵氏が証人として自らの口で直接語る以外に丁寧な説明などやりようがない、そうでありませんか。総理、安倍内閣総理大臣。国会の審議については、国会がお決めになることだと思います。ただ私の妻がいちいち名誉校長を務めていたこともあり、国民の皆様から疑念の目を向けられたとしてももっともだと思います。その上で本件については私自身閉会中審査に出席するなど国会において丁寧な説明を積み重ねてきたところでございます。今回の衆議院選挙における各種の討論会でも質問が多くあり、その都度丁寧に説明をさせていただいたところであり、その今後もその考え方に変わりはないわけでございます。いずれにせよ私や妻がこの認可あるいは国有地払い下げにまたもちろん事務所も含めて一切関わっていないということを改めて明確にさせていただきたいと思います。委員長。宮本。いやいや、丁寧に説明をしてきたところでございますと今総理がおっしゃったのは総理が語ってきたわけですよね。で閉会中審査でも私自身総理が語ったということでありますけれども、しかし今出てる疑惑は総理じゃないんですよ。安倍昭恵、前名誉校長、そして、この時系列でいうとこの時点で紛れもない名誉校長だった安倍昭恵氏の関与という問題なんですね。こういう値引きというものがなぜ行われたのかと、そもそも会計検査院からは十分な根拠が明確でないとこういう報告が出たわけですね。そうでしょ。で私は元からこの根拠は疑わしいと言ってきましたけど、その時に政府側が力説してきたのは根拠はあるんだと、 3.8 メートル、 9.8 メートル、 19,500 トン、単価 22,500 円、こうやって計算したらちゃんと8億2000万になるのだと言ってきた。しかしその資産はですよ、不動産鑑定士さえ使えないという資産だったわけでしょ。そして会計検査院は十分な根拠を、この確認できなかったと言ってる。前提崩れたんですよ。反証する責任はまさに政府の側にあるわけであります。そしてなぜそんな国の側から値引きをこの持ちかけるような奇怪なことが起こったのか、まさに3月の15日に安倍昭恵さんの名前をちらつかして田村義弘国有財産審理室長に迫った会合があった。その前年にはその田村さんに安倍昭恵夫人好きから問い合わせて、そして答えを受け取った。今後とも見守ってまいります、田村さんそう言ってるわけですよ。そういうことをやり取りがあった、だからこういう特別扱いがやられたんじゃないか、奇怪なことがやられたんじゃないかというのが国民の一番の疑念でありまして、いくら総理が丁寧な説明をしても国民が納得しないのは昭恵さんが語らないからなんです。違いますか総理。安倍内閣総理大臣。
当時の理財局長もですね、近畿財務局長もですね、私の妻が名誉校長であったことは知らなかったということを述べているわけでございまして、いわばそこで私の妻が名誉校長であることによってですね、値引きされたということには全くならないわけでございまして、そのことをはっきりと申し上げておきたいと、こう申したいでございます。これ、一般常識的に申し上げましてもですね、例えば私がどこかのですね、名誉会長になっているからといって、それをですね、それをもって例えば国との交渉で有利になるということはこれほぼないわけでございますし、例えば私の地元のさまざまなですね、陳情においてもそれが 100% 私自身がですね、お願いをしても 100% それが実現するということには全くならないわけでございます。ということははっきりと申し上げておきたい。例えば私自身がずっとですね、関わってきたそんな答弁の対応ですよ。この山陰自動車道なんかもですね、ずっとこうミッシングリンクのこの問題関係ないじゃないですか。ミッシングリンクのままでございますし、それはですね、その名誉、妻が名誉校長だったからといってですね、これは近畿財務局がですね、それはそう簡単に、そういう行為をするということは、ありえないわけでございますし、そもそもですね、そもそも近畿財務局あるいは財務省側からですね、財務省側からこの森友学園と私との関係について問い合わせがあったことはもちろん全くない、ということは申し添えておきたいと思います。山本武史君。谷紗友子さんを通じて田村義弘さんのところへ問い合わせたときにですね、安倍昭恵さん好きの谷紗友子であるということを田村義弘氏は、早くも認識をしたとこう述べているわけですよ。3月の15日に激しいやり取りがあったのも田村義弘氏と本省でやったわけですよ。知ってるわけです、財務省側は。そのことは明らかだと言わなければなりません。院長、森友学園元名誉校長の安倍昭恵氏と近畿財務局前国有財産統括官池田康氏、そして前財務省理財局長の佐川信久国税庁長官の承認喚問を求めたいと思います、理事会でご協議いただきたい。理事会で協議をいたします。委員長。山本君。総理、あなたはですね、2月17日の衆議院予算委員会で森友学園への国有地払い下げに私や妻やあるいは安倍事務所が関係していたということになれば首相も国会議員も辞めると明確に答弁されました。これは籠池氏が逮捕されようが解散総選挙が行われようが消えるものではありません。確認しますけれども、総理、この答弁に変更はありませんね。安倍内閣総理大臣の。それはないわけでございまして、事実ですね、それを証明するものは全く出ていないわけで、ございまして、先ほどから申し上げましたようにですね、私も妻もまたあるいは事務所も全く関わっていないということでございます。委員長。山本武史君。いやいや、まさに国側から持ちかけて口裏合わせを行った音声データが明らかになり、今日の議論を通じて政府もその事実を認めざるを得なくなりました。しかしこのような不可解なことが行われたのは谷紗友子氏を通じて、籠池夫妻を通じて、安倍昭恵氏が名誉校長がの意向が働いた以外にどんな理由も考えられません。昭恵氏が証人喚問で堂々と真実を語るとともに、この国有地のただ同然の払い下げに関係していたとすれば、言葉通り総理も国会議員も辞するべきことを強く申し上げて、私の質問を終わります。